大体60秒で中国の話題分かった気になっちゃいな。中国では旧暦の大晦日に年越し料理を食べます。そこで欠かせないメニューの一つが魚料理。魚は中国語で魚、余裕の余の字と発音が同じことから縁起物とされています。何より美味しい。そうだ、そんなお魚を生活に役立てている人たちがいるんだよ。ほら、あ、見たことある。保全族の人たちだよね。そうそう、最近ハルビンの観光地でパフォーマンスをして話題になってた。この衣装、実は魚の皮でできているんだ。魚の皮が服になるの？なるの。魚皮といって川のほとりに住む保全族の伝統衣装なんだ。その歴史は1000年以上。丈夫で風にも寒さにも強い。どうやって作るの？魚の皮を剥ぎ取って陰干しした後になめし加工をして臭みを取って縫い上げる。へえ、皮を剥ぎ取った後の魚はどうするの？もちろん美味しくいただきます。さらに保全族の人たちは魚の骨や皮を使ったアート作品も作るんだ。これは魚の骨で作った絵？こっちは皮でできてるんだ。すごい発想だね。お魚フル活用。というわけで今日からお昼に出たお魚の骨は取っておいてね。なんか作るの？気づく、万里の長城。ラギョー。今日はここまで。再见。